ちょっと今回は、永遠にデロンさんをいじめるというコンセプトでいきたいと。ただそんな、ちょっとできないです、僕には。先輩だからね。先輩だからね。でもちょっとあの、立ち位置的にちょっとデロンさんたちをいじめ続けないといけなくて。アルスちゃんがやりましたって言おうかな。アルスさんの指示で。やっちゃった。すごい。あそこにね、あそこにいるからね、気をつけてね。いやでもこういう機会しかいじめられないから。ちょっといじめるとか言わないでください。ゲーム戦略、戦略だからね。ナイスルート、ナイスルート、二人ともナイスルート。マジマジ、え、判断早すぎ。あああれ誰だったっすか、アルスさん。あれどこのチームっすか、アルスさん。誰ですか。名前見てなかった。バス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 、これ待って、めっちゃ近い。待って、めっちゃ近い。いやごめん、めっちゃ近いわ。いやごめん、めちゃめちゃ近かった。もうここに目の前いる。偉すぎー。あのくるみのー。そう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 。え、はい、ドリルのせいでさっき詰められたんだ。あ、ドリルでイライラしてて詰めてきたんだ。そう、切り抜き見たんだよ。マジで僕らに対してあのチームヘイトクッソ高い。絶対に僕らのこと見なくてもいい場面で、あそこマッドマギーいる、あ、これ潰したい、あ、これやばいみたいなことずっと言い続けてて、おい、なんか親でも謝るマッドマギー。いや、まあその親は謝めてないけど、順調に痛め続けてはいるから。でもさ、なんかドリルってさ、遮蔽がないとこには置けないじゃん。空中にはさせないでしょ。でも、彼女たちは遮蔽を作ってくれるんだもん。確かにね、ランパートでね。そう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 ね。あれは遮蔽にはドリルをね、刺してくれって言ってるようなもんなんだよ。まあ一応あそこのチーム全員私絡みあるよ。僕もね、一応ね、絡みありますよ。でも後2人同じ箱だよ。そうかそうかそうか。大丈夫かな。じゃあ大丈夫か。じゃあ逆に大丈夫じゃない。あ逆にね。でもここ無敵だよ、だってアルシさんもいるしね。二次三次さんも OK でしょ。 OK、 あ、もう全然どこでもいいから。ちょっと どうすんのこれ。本番前にさ、アスミちょっといい、なんかオタクのドリルさってアルシさんがデロンさんに圧かけられたらどうしよう。継続ダメージが腹立つんだよね、本当に。いや、そうなんだよね、そうなんだよね。場所も移動しないといけないしね。そうそう。しかもランパートもどんどんこう削れてくからさ、置き直さなきゃいけないし。ガチかわいそう。置き直してる時にネメシス撃たれるし、ほんとイライラするんだろうな。マジでもう嫌。聞いてるだけで嫌だわ。マジ味方でよかったなって今思った。うんうん、なんか快適なの飛んでこないって確かに確かに。いや、でもね、違うよ、ナリちゃんが始めたんだよ。ね、そう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 。だから僕らも打たれる。え、嘘でしょ。あんなに可愛いナリちゃんが。そう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 。喧嘩打ってくるの。喧嘩打ってくる可能性ある。他のチームは2本飛んでくる可能性あるってことですか。そうだよね。そう、他のチームは2本飛んでくる可能性ある。うん、で1本に。やだよ、あんな可愛い感じでマットマギー使ってんの。ここ本番ナリさんが近くにいたら DM 送ろうかな。ナリさん、あそこのチームに打ちませんか。チーミングか。ナリちゃんのチーム。マッドマギーに挟まれてんだ。えぐいって。ラバシティだよね。ラバシティ、ラバシティ。ラバシティが挟まれてる。挟まれてる。オッケー、言っとくわ、ナリさんに。ラバシティのチームドーム取りたかったんで、あの、結構早めにラバシティ行ったら取れると思いますよ、ラバシティ。ただでさえドーム取り合いしてんの。こんなに幸せ聞かれたら終わる。ドームにさ、早めに来るじゃん。ってことはさ、ラバシティにさ、ナリさんたちが入ってきやすいから。それはあるね。意図的に挟めんのかで、最初ドーム前にある青バスに閉じ込めてみんなで出るでしょ。えぐいって。えぐすぎ。出るのやめるよ、多分 V サイ。もうビサのチームの3人のファンは多分ブチ切れてるよ。で、こんな推しが苦しんでるとこ見なきゃいけないんだ。だって私、練習中のドームの戦闘でなんか来たよ。見たことないリスナーさんで、ドーム来んなってコメント。え、ブロックしといた。正解。なんで私が言われてんだよってなるの。確かに。オーダーしてんの僕だからね。言いにくい。言いにくい。ないのに言ってくな。そうだよ。ドリル刺すぞ。いいね、ドリル刺してやれ。でもちゃんとあのお互いリーダーとして褒め合ってる。ここの詰め方めっちゃ良かったねみたいな感じで褒め合ってるよ。いや、なんかめっちゃあれらしいね、
仲いいでしょ。うん、仲良し。なんか配信外でキュピとさ一回組んで一緒にカスタムやる時があったんだけど、うん、まあ、キュピがなんかカタリストのやり方いろいろ教えてくれてたの。うんうんうん。でこれ頑張ってるってアステル君に伝えといたからって言われて、もう余計なこと言うなって言ってたそうだよ、セナ頑張ってるからって言ってたやめてください。カタリストの動きいっぱい教えといたからねそう、ちゃんとやり合ってるくせに教えてくれるんよな。ちゃんと優しい。そうなんだ。ちゃんとフィードバックしてる。ここの攻めってどういう感じでしてきたのって言われたから、あ、こここういう感じで攻めてったよってなんでそんなお互い高め合ってんだよ一番ぶつかるとこと高め合ってのは何なの。でも最終的にはなんか本番でさ、お互い生きて1位、うん、2位とか取ったらなんかエモくない。エモい。でもそこの1位は譲らないんだよね。まあもう全然譲んないよまあそこは全然譲んない。そう、そこは譲る気ないのが一番もろいけど。当たり前でしょ。本気だよ。本気でやってないの。おいや本気ですけど。カービン